行くぞ。ビンゴの旅、ビンゴが成立するまでは帰れません。バズ、いや、やってるかと思ったんですけれども、明日へ持ち越しということですか。そうですね、はい、宿探しの方、宿を探してんですけど、その前にあったで、ガリガリ食ってあったよ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 。ふがいない、ガリガリガリ。提案していいかな、ここでもう一本行かないか。真ん中開けたところでまだビンゴにならないからさ、真ん中開けただけでリーチが3つに増える。やろう、やろうな、やろうな。いや、これね、あるよ、これある。さっきも言ってた、ガリガリ食って当てろ、ガリガリガガガリガリガガリガリ食って2個目、ガリガリガガガリガ。お前ごっぱ行くよ、なんて言ってんの。お前ごっぱ行くのか、お前ごっぱ行くかよ。宿がですね、ここの周辺ではさすがに深夜1時2時などないということで、漫画喫茶お疲れ様です。今この状態ドア閉まってるんだ。おはようございます、朝です。漫画喫茶最高、よく寝れました。今日はいいところに行きましょう、マザー牧場に行ってきます。とりあえずね、はい、コンビニ行きたいと思います。あー、そっか。ガリガリ君、ガリガリ君、当てろー、ツルルツツル、音音、ガリガリ君、おっさんがただただガリガリ君を食う。ガリガリ君、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 ガリガリ君。牧場だ、本当だ、すげー、すげー広い。マツダに来たら牧場だった。ここは右上だね。じゃあ開けちゃう、あれすごい、うおー、うカメラのレンズが、マジかっけー。はい、ジャンプでした、ジャンプでできれば、よし、やってやりましょう。どなたか一人ということで、じゃあこれ立候補選手を、誰が行きたいのか。いや、いいよ、別に俺が行っても。でも行きたいでしょ。行きたい。え、やりたくない人っているの。俺はやりたいです、俺はやりたいです。じゃあどうぞ。じゃあじゃんけんしましょう。じゃんけんして、勝った人が行こうよ。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、くっしょしょ、よーし。あー、どうした、行きたくないの。行きたい、行きたい。じゃあ勝った人が行ける。勝った人が行ける。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、くっしょ。リアクション、どっち、どっちが来るか分かんなくなっちゃうよ。先生、こちらの方に住所、氏名、生年月日、こちらのカードにですね、お名前をフルネームでお願いします。もう命、これはもう命を預けるっていう、あなたの勇気を称えます。おお、まだ飛んでないんですけど。じゃあね、またね。誰かバレませんか。大丈夫っす、大丈夫っす。わかりました。それではお二人様、上をお願いします。はーい、これ行くんですね、もういきなり早いっすね、行きます。ちょっと今上見上げたら目がくらんだんだけど。その今の感情といえば、はい、トントン拍子にここまで来ちゃってるんで。そうですね、そう、なんかもうあんま分かってないです、なんか何が起きてるか、はい、でもあそこの上に立った時に分かるんだと思います。確かに、あの一マスが1階として1、2、3、4、今5階、5階、こ超怖い。おそらくビル5階分ぐらいの高さから。兄ちゃん頑張って、ちょっと高い、ちょっと高い、ちょっと高い。わあ、いい景色、巻き出してそれ、巻き出して、俺やるんで、はい、俺頑張るんで、はい、この高さ見てください。あそこに落ちるわけですもんね。うわ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 、こんな高さですよ、だって あんま考えちゃうともういけなくなっちゃう。そうですね、頑張って、トントントンでいくんで。じゃあ、トントン、はいはい、トン、そしてこう持ちるだけやめて、はい、落ちないで、落ちないで。この高さですよ、だって。さあ、どうぞ。え、速っ、え、速っ、え、マジで、え、さあ、どうなんでしょう。速っ、もう行くの。お兄ちゃんに何か言っときたいこととかないですか。今までありがとう。行くのかな。はい、よし、行くぞ。それでは、次、カウント入ります。3、2、1、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 3、2
本日はお暑い中いくらでしたか。足がプラプラしてるじゃないか。なんか考えちゃうと止めなそうだったんで321で押してって上で言ったんですよ。下のお兄さんが下で321って言っちゃったんで、お兄さんにタイミングを合わせないといけなくなっちゃったんですよ。本当に怖いのは最初の飛び降りるところじゃなくて、むしろビョーンとなった後が怖い。さあついに大塚達也さん自らバンジージャンプ。僕こういう恐怖系得意じゃないんですよ。だからここ当てりゃいいんですよね。4番当てりゃいいんですもんね。もう間違いないですよ。どこ狙ってんの、どこ狙ってんの。かき氷。お前かき氷行ったらここ行かなきゃいけないんだよ。かき氷ってのにこれはないないでしょ。さあ行きましょう。8番当てますよ。運命の瞬間入って。マジかよ。始まりいや、これ本当やばいですよ。東京行ったら絶対千葉がやばいです。絶対行かなきゃね。時間全然足りなくなって、はい、じゃあ行きましょう。行きます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ハイマザー牧場でソフトクリーム、どうですか。うまいわ。あ、うまい。これいっぱいだったら俺食べれるんだけど、これに当たりがついてたらよかったのにね。いいですね、高原で。お、本当美味しいわ。お前も食う。ということで次はね、美味しい氷を、メジロの志村の。うわ、メジロの志村。うわー、すごいね、本当によく作った。偉いよ。本当だ。来ましたね。超並んでるわ。超楽しいじゃん。見てください、こちら。うわ、うまっす。いや、着きました。ガリガリ君と全然違う。あ、よく見てよ、こうなってんのよ。わー、すごい。安全絶壁。そんなに箸上げに命かけてたっけ。こちらです。じゃあいただきます。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。志村、美味しかったです。美味しかったです。生いちごかき氷完食。これ以外だったらさ、ゴールなんだけど。え、2番以外ならゴール。違うの。ちょっともう俺言いたくなった。何番。4番。よい、一番いいのだ。流しの一番いいの。じゃあ最後にこれ行ってお店が開いててご飯食べたらビンゴ。そうガリガリ君はもう食べなくて。いや、食べない。だからもう早くそうめん食いに行こうよ。さあそれでは鎌倉へ向けて出発でーす。ワープ鎌倉の町へやってまいりました。いや、もうそうめん食って帰ろうよ。よーし、お疲れでした。さあ、ゆうやさん、流しそうめん来たわけですよ。こちらです。流しそうめん、元祖鎌倉名物。流しそうめん、元祖鎌倉名物流しそうめん。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。なんすか。なんすか。え、なんすか。本日完売につき、劇団スカラッシュ。完売ってどういうことですか、大塚さん。何やってるんですか。いや、来たから。ダメですよ、そんな。鉄お前頭大丈夫か。あー、もうこれやばいわ。これもう一回カメラ止めましょう。だからもう面倒くせえからさ、もう分かったじゃない。流しそうめん食ったことにしようよ。あ、絶対そうだ。CG だよ。もう流しそうめん食ったことでしょ。LTV ネットワーク。そうだ、食ったふりする。はぁ、もう一発決定だよ。だったらだよ。いや、でも引いちゃったから。なんで引かせたんだよ。もう鉄はもう曲げれないですからね。鉄ですか。いや、マジでだよ。フリクソして死ねよ、お前。マジでだよ、ほんと。マジでだよ。フリクソして死ねよ。なんでなの。フリクソして死ねよ、お前。今見ているお客様、今からお伝え申すは、
宣伝でございます。3年前ぐらいにですねやった東京という舞台があるんですけど、それをメップルの方で売り始めています。東京というのはですね YouTube で1話から4話ぐらいまで流れているんですけど、そこから先はですね誰も見たことあるのないと思うので、よかったらメップルでチェックしてみてください。